私の2023年の目標はですね、貯金をすることと、あと運動習慣をつけるです。運動習慣を身につけて健康体になりたいと思います。去年2022年の目標がショートスリーパーになるだったんですけど、今年はショートスリーパーになることを諦めて運動習慣をちゃんとつけて健康体になりたいと思います。2023年も応援よろしくお願いします。はい、ということで2023年の抱負を言いたいと思うんですけど、まず2022年は英語を勉強すると言っておりながらもできなかったので、それは継続して23年も頑張りつつ、2023年はメジャーデビューをするという年になりそうなるので、なので個人仕事とかもメジャーなグループとしてみんなができるようになったら嬉しいなって思ってるんですけども、私自身もたくさん竹本愛理としてなんかいろいろ出れたら嬉しいなって思っております。なので日々自分磨きを頑張っていきたいと思います。はい、はい、新年明けましておめでとうございます。ゆずなきゅうです。2022年の目標は高校卒業することだったんですけど、無事卒業することができまして、2023年は、デビアン一本、もうデビアンにとってもうかけがえのない人間になって、2023年20歳を迎えて、最後には笑って終われるようにハイブリッドアタンとしてこの1年駆け抜けていきたいなっていう目標を持って駆け抜けていきたいと思います。2023年もデビアント水野明をよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。はい、2023年の目標は友達を作ることです。フットワークを軽くしていろんな人と仲良くなって、たくさん刺激をもらったりして勉強していきたいと思います。私もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、今年の目標は飾らなくてもかっこいい人になるです。なんか飾らない自分のまんまでも人に勇気づけられる言葉とか、なんかもうそのまんまがかっこいい人になりたいなと思います。頑張ります。今年もよろしくお願いします。